前回のビデオではモカプロからスモークにマスクをインポートしてコネクト FX で適用する方法についてご紹介しましたこのビデオではリサイクルキャンペーンのプロモの一部としてガベージの上に 3D モデルを置きたいと思います スモークでは 2D トラッキングはできますがパースペクティブやアングル示唆が変わるような場合に有効な 3D トラッキングはサポートしていませんモカプロのプラナートラッキングを使ってスモークに持ってくることができるカメラデータを算出したいと思いますではモカプロの画面に戻って 3D カメラトラッキングの作業を進めていきましょう Imaginar System の推奨としては、MOCA PRO でいくつかのプレーンを定義します。壁と床というように、違うアングルのものですね。それぞれのプレーンから、3D 空間での動き、アングル、視差などがわかります。ここで、カメラ解析用のプレーンがすべて、パースペクティブのオプションを有効にしておく必要があります。また、カメラのパースが合っているかどうか、グリッドで表示することもできます。 カメラソルブタブで切り替えてリストでカメラ解析用のプレーンが全て選択されていることを確認してカメラムーブのタイプを定義します短い距離でのオブジェクトトラッキングのショットなのでここではスモールパラララックスを選択しますフォーカルレングスですね撮影したレンズのタイプをここで設定します素材がどんなショットか分かっていれば必要な設定は簡単です ソルブボタンをクリックして解析をスタート画面の右上にプロセスバーが表示されますモカプロはプラナーサーフェストラッキングだけでなく位置と角度から 3D カメラの動きまで作成することができます計算が終わったのでソルブクオリティを見てみましょう目安としては80%以上であれば良い結果と言えます 今92%になっていますのでかなり良い結果だと思います最後にエクスポートカメラデータですねクリックしてフォーマット FBX6.1.0 データにしますセーブボタンで保存場所を指定してカメラアンダーバートラックという名前で保存しておきます ではスモークに戻って新しいカメラデータを使っていきたいと思います。コネクトエックススケマティックでもう一つ別のアクションノードを追加します。1個目のアクションノードをバックグラウンドにしてアクションノードをつなぎます。アクションノードをダブルクリックしてメニューを開きましょう。コネクトエックススケマティックビューの方はエスケープキーでアクションスケマティックに切り替えておきます。 もしナビゲーターが表示されてない場合は Ctrl+Option+N キーでナビゲーターの表示非表示ですアクションの中にはデフォルトでいつも一つ 3D カメラがあります右側のビューで見えている結果はこのカメラから見た絵になります新しいカメラデータをロードすると新しいカメラが作成されてアクションの中でカメラを切り替えることができます アクションノードーに切り替えてインポートノードをダブルクリックするとインポートブラウザーが開けますのでファイルフォーマットを FBX にします保存した FBX カメラの場所まで移動してあげてファイルをインポートする前にオプションをいくつか説明しておきましょう FBXUnit2Pixels というオプションは 3D 環境でのカメラデータのスケールを設定します。実際読み込んだ時にスケール感があまりに違うという場合にはここのパラメータを調整してみてください。これはカメラだけではなく 3D 空間でのオブジェクト間の距離にも同様に影響します。値を高くすると 3D 空間でのオブジェクトの距離が遠くなります。 このショットはロンドンの狭いストリートですのでかなりお互いの距離を近くしたいと思います0.5に設定してみましょうこの値はショットによってケースバイケースですのでちょうどいいところまで試してみてくださいでは FBX ファイルをアクションにロードしますアクションのスケマティックを見てみるとアクシスノードがいくつもロードされているのがお分かりいただけるかと思います 一番左に FBX カメラがありますねこのカメラのノードをダブルクリックしてカメラのパラメータを開きますまず最初にアクションのリザルトカメラをデフォルトカメラからモカカメラノード1に変更しますこれでインポートした 3D カメラから見たシーンが右側のリザルトビューに表示されるようになりました 次に設定したいのは 3D カメラのファーの値ですカメラからどこまでの距離を有効範囲とするか指定しますわかりやすいようにアクションスキマティックの方は Shift プラス4でトップビューに切り替えておきますコマンドプラスオプションキーを押しながらドラッグするとビューをズームすることができますメディアメニューで一旦バックグラウンドをオフにしておきましょう黒にしておいた方がカメラが見やすいと思いますのでこしておきます またオブジェクトメニューに行ってカメラの設定を開いておきますこのラインがカメラのクリップする平面になりますこのシーンの場合カメラのクリップ面の外にまだオブジェクトがありますのでカメラから見えてないものがある状態です後ろ側のアクセスオブジェクトは建物の壁の位置に相当するものですね バーの値を4000にしてみましょう。これでアクセスのオブジェクトがカメラからも見えるようになりました。エスケープキーでアクションスキマティックに戻ります。メディアメニューでバックグラウンドもオンにしときましょう。すべてのアクセスオブジェクトがトラッキング平面に現れました。このアクセスオブジェクトを使って 3D モデルと他のイメージを合成することができます。 さらに、FBX モデルをインポートします。アクションノードビンからインポートノードでブラウザーを開いて読み込む FBX はこちらにありますがその前に FBX のスケールの値を元に戻しておきますオプションキーを押しながら f b x i n t o p i x e l のスライダーをクリックするとデフォルトの値10にリセットされますこれで FBX をインポート 読み込まれた FBX モデルはアクションの空間の000 1にありますので今カメラの背後に置かれている状態ですアクションノードのプリファレンスでシェーディングをオンにしておきますこれで 3D モデルに正しくシェーディングがされますプリファレンスのボタンをもう一度クリックしてメニューを1つ前に戻しましょう FBX のモデルをゴミ箱のイメージの辺りに置きたいと思いますが 3D トラッキングで撮ったアクシスオブジェクトの中で近い位置のものがありますツールメニューでセレクトからセレクトポイントのオプションに切り替えますこれはビューでアクシスを選択する時に間違って動かしてしまうということが防げます Shift+M キーで元のセレクションモードに戻ります アクションスケマティックで選択したアクシスノードまでパンニングして、このアクシスの位置に FBX モデルを置いたげます。パラメータの値を変える必要はないですね。アクシスノードを 3D モデルのアクシスに親子付けします。これで 3D オブジェクトがアクシスオブジェクトの位置に移動しました。 この親の方のアクシスには 3D 空間での位置情報が含まれてますので何も調整しなくても 3D カメラにマッチした状態になりますあとは 3D オブジェクトの方の子供のアクシスを使ってポジションやスケールなどを調整してあげればいいということですではスケールを調整してあげましょう少し小さくして あと回転も少し合ってないようですねモカプロでは 3D 空間で正確なパースペクティブを設定する方法がないからです手動でオブジェクトの回転も合わせてあげましょうこれは今のところ避けられないワークフローですいつもだいたいこれでいいかと思いますタイムバーをスクラブしてみて 3D モデルが正しくカメラに回っているのがお分かりいただけるかと思います この3本のシリーズのビデオでは、4ポイントトラッキングデータやマスク、3D カメラトラッキングデータのモカプロからスモークへの持ってき方をご紹介しました。最後に、さらにデフォーカスとリグレインを追加したショット、コンポジット結果がこちらです。ぜひ、モカプロとスモークを使って 3D トラッキングのワークフローまでお楽しみください。スモークラーニングチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。